皆さんこんにちは。心と体整ってますか？薬草の森白水堂漢方アドバイザーの近藤です。最近は気温も下がって風邪やインフルエンザが本格的に流行っていますね。そこで今回はインフルエンザに備えて持っておきたい漢方薬を3つご説明していきます。ただ注意点としては、漢方では基本的にこの病気に対してはこの薬という決め方だけでは誤った薬を選んでしまいます。あくまで出ている症状に対して薬を選ぶことが大事で、それは風邪もインフルエンザも、たとえ新型コロナウイルスであっても同じです。ということで今回は漢方薬を選ぶポイントとともに注意点についても解説していきますので、ぜひ参考にされてください。では、手元に持っておいていただきたい薬一つ目が、葛根湯です。とても有名な漢方薬ですね。この薬は、続々と寒気がして汗をかいてない時に使う薬です。この時に、首筋や肩が凝る時にもよく効きます。風邪をひいた時は1日目から2日目くらいを目安に使ってください。インフルエンザであれば、寒気がする時間帯はさらに短くなると思いますので、寒気がし始めてからだいたい半日くらいが目安になると思います。なので葛根湯を飲む時は、スピードが勝負です。風邪やインフルエンザが流行っている時期にはいつもバッグに入れておくことをお勧めします。外出先で寒気がしてもすぐ飲めるようにしておきましょう。また、体を温めることで体の表面の邪気を追い払う薬ですので、服用する時にはできるだけ温かいお湯で飲むことも忘れないでください。寒気がする時に一番使いやすく手に入りやすいということで葛根湯を挙げましたが、他にも桂枝湯や麻黄湯なども同じように使うことができます。どの薬がご自身に一番合っているか迷うときは漢方の専門家にご相談ください。次に2つ目の薬が銀杏散です。インフルエンザの特徴としてはあっという間に高熱が出てしまうことがあります。また普通の風邪や新型コロナウイルスでも喉から症状が始まる人はとても多いです。喉の痛みが出たときは先ほどの葛根湯や桂枝湯、麻黄湯などは使い方に注意が必要です。これらは体を温める漢方薬ですので、喉に炎症があるときには適切ではありません。喉が痛いときや高熱があるときには炎症を取る、熱を冷ます薬を使うことが大切です。その代表的なものが銀杏散です。商品名でいうと小太郎漢方さんの金霊漢方散、金霊漢方錠、イスクラ産業さんの了解楽があります。この薬がどう働くかというと、体の表面の熱を取って毒を外に出してくれ、特に喉の炎症によく効きます。とてもいい薬なのでぜひ手元に置いてください。そして最後3つ目が再活激湯になります。この薬は体が熱い、喉が痛い、咳が出る、頭が痛い時におすすめです。これは聞き慣れない漢方薬かもしれません。実は以前に話題になったことがありまして、新型コロナウイルスに使えるということで人気が出て品薄になった商品です。再活激湯の効能効果には激しい感冒という記載がございます。これはどういうことなのか少し解説していきます。漢方では風邪などの邪気というのは3つの段階で体に侵入してくるとされます。まず体の表面である表層、そこから少し体に侵入してきた半表半里、そして最後に体の深くである離床。表層の段階では葛根湯のような薬を使いますし、離床であれば銀杏散のような薬を使います。普通の風邪であればそれぞれの段階に合った薬を使うことが重要ですが、インフルエンザのような強いウイルスはあっという間に体表から体の深いところまで侵入してきます。なのでこの再活激湯というのは体表と体の深く、そしてその中間の全てに効く生薬が入っています。そんなにいろいろ入ってて本当に効くの？と思われるかもしれませんが、素晴らしい効き目を持った漢方薬です。以前は品薄になったほどの漢方薬ですが、今は話題も落ち着いて在庫もしっかりありますのでご安心ください。ということで今回はインフルエンザが流行っている今だからこそ手元に持っておいていただきたい薬を紹介しました。これらの薬はそんなにたくさん持っておく必要はありません。バラ売りもできますので 2,3 日分持っておけば十分だと思います。ご興味がある方はぜひ白水堂までご連絡ください。電話やオンラインの相談も承っておりますのでご連絡お待ちしております。ありがとうございました。